チーム地域整備隊、中央総合事務所地域整備2課、東総合事務所地域整備課の発表です。タイトルは北の町から南の町まで壊れた道路直しますです。発表者は張本浩平さん、川下大輝さんです。それではお願いします。はい、それでは、北の町から南の町まで壊れた道路を直しますと題しまして、地域整備隊の張本と川下で発表させていただきます。まず皆さん、長崎市の道路一体何キロあると思いますか？正解はおよそ2000キロほどあります。2000キロと聞いてもイメージがつきにくいと思いますが、距離にして長崎市からおよそ北海道に行けるぐらいまでの距離に相当します。で、地域整備課では、道路や公園などが壊れた際に、その修理を、怪我や事故が起きないように修理を行っていますが、2000キロほど距離になりますと、2000キロほど距離を2時間にするためにはより効率的で迅速な対応が求められています。そこで、地域整備課では昨年度、道路異常箇所通報システムと呼ばれる、道路や公園などが壊れている場所を、パソコンやスマートフォンで、その位置や写真、内容などを投稿できるサーバーを開発しました。参考にパソコンの画面がこのような画面で、あとスマートフォンのアプリのアイコンがこういったアイコンになっています。で、市民の皆様などから、道路が壊れているなどの通報を受けた際に今までどのように対応していたのかと、道路異常箇所通報システムを導入したことによってどのように変わったかの比較を説明します。まず通報があった際に、現地に確認に行くのは従来のこれまでとシステム導入後も変わりませんが、これまでは現地に行った際に写真を撮ったりで、写真を撮って職場に戻って地図を焼いたり、あと破損の内容などを取りまとめたりして、現場町内のそういった修理を行ってくれる現場事務所に対応をお願いしていました。しかし、道路異常箇所通報システムを活用することによって、現地に確認に行った際にスマートフォンやタブレットを持っていき、そこの現地で写真を撮ってその内容、損傷の内容やあと位置をその場で投稿することができます。で、投稿すると即座に現場事務所でも確認できるようになりました。で、これまで現場事務所にお願いをした際に、その後どのように対応したのか確認は現地に行かないと分かりませんでしたが、道路異常箇所通報システムを活用すると現場事務所がどのように対応したのか確認ができるようになりました。道路異常箇所通報システムを活用することによって、改善点としましては、まず資料の取りまとめの手間が不要になったこと、またその投稿すると即座に現場事務所に情報が行きますので、リアルタイムで情報共有ができるようになったこと、またその現場事務所の対応状況が確認ができるようになったことの3点が挙げられます。で、道路異常箇所通報システムのパソコン版の画面がこのような画面で、内容やあと写真、あと位置図などが、一目で分かるような画面構成となっています。またこの画面を下に行くと、その後現場事務所がどのように対応したのか写真付きで対応状況が分かるようになります。で、平常時の業務でも活用できるのはもちろんのこと、災害時にも活用ができます。災害などがあった際に現場に職員が駆けつけて、その災害した場所の写真や位置などを道路異常箇所通報システムに投稿することで、わざわざ職場に戻って写真を焼かなくても職場にいる職員たちがその写真や状況などを確認することができるようになりました。で、その即座に職場で確認できるため、その後の対応として応援を出したりなど行動が迅速になりました。で、今回の道路異常箇所通報システムを活用することによる業務改善の効果としまして、まず今までは現場事務所にお願いしていて、その後どうなったのか分かりませんでしたが、通報に対してどのように現場事務所が対応したのか分かるようになりました。で、また、そのわざわざ現場に行って戻ってきて資料を取りまとめて現場事務所にお願いしてという手間がかかっていたのが、もう現場に行ってその場で投稿できるようになりましたので、業務のスピード感がアップし、また市民の皆様からの通報に対してより迅速に対応ができるようになりました。
で、また災害時など現場に出ているときに職場に写真を送れるよう、職場でも写真が見れますので職場との連携が取れるようになりました。まだこの道路異常箇所通報システム、昨年度開発してまだちょっと試験的に運用しているような状態です。今は主に地域整備課や現場事務所が活用していますが、今後としましては市役所職員が全員が使えるような環境を努めたいと思っています。また町内での連携体制、その通報に対する体制を整えた後に市民の皆様も投稿できるようにしたいと思っております。またこのようなシステムがあまり他都市でも事例がないようなシステムですので、他都市にも同じようなシステムを活用してもらえるように PR を行っていきたいと考えております。では発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。